皆さんはつくねって好きですか？今日はとっても簡単に作れて写真映えする照り焼きつくねを作っていきます。大葉は10枚ほど用意します。大葉はベータカロテンが豊富で免疫力の向上に役立ちます。脂溶性のビタミンのため油で調理してあげることにより吸収率が高まります。なので今回のレシピはとってもおすすめです。卵もしっかりと卵白を使用するので食材を余すことなく使うことができます。ちなみに大葉にこうやって包むのはとってもセンスが問われる作業です。はい、ここまでできたら最小限の油で蒸し焼きにするだけで完成です。火が通ったらタレを煮絡めていきます。上下繰り返しながら煮絡めていくのがポイントです。はい、というわけで完成しました。卵黄に絡めて食べるとめちゃくちゃ美味しいです。ぜひ皆さん作ってみてください。